少女革命うってなは、JC スタッフ制作のアニメ作品。テレビシリーズとして1997年4月2日から、同年12月24日まで、テレビ、東京系列で放送された。全39話。美少女戦士、セーラームーンシリーズのメインスタッフだった、イクハラクニヒコが少数精鋭のスタッフを集めて、制作集団ウィーパパスを、結成。 少女漫画家斎藤千穂と組んで世に放った異色作。第2回アニメーション、神戸テレビ番組の部最優秀少女賞。断層の霊人、かき割りのような背景、影への少女たちによる不可思議な劇中劇など、宝塚歌劇と、前衛舞台劇を設注したような徹底した、アバンギャルドな演出が特徴。また、学園といった、閉鎖世界や、バラや、王子様といった、 少女漫画的モチーフを中心に、おとぎ話や古の貴族のような血統同性愛や、近親愛まで多くの要素を扱い、かつ哲学的な源氏と、象徴や図式を代償に、守備一貫して散りばめている。合唱曲、絶対運命目視録など、かつて、寺山修司率いる、天井桟敷で音楽を担当していた。 J.A.C. ーーザーのアンダーグラウンド的楽曲を採用したことも独特の世界観を作り上げる大きな要因となった。押井守監督の天使の卵を彷彿とさせるフレーズが作中にあり、第27話、七実の卵は影響が顕著に現れている。b p u r p a s は、生原国彦がオリジナル作品制作のために作ったチームで、その名前は、大人になろうのい。 従来は著作者として認められることがほとんどなかった、アニメーションの制作スタッフが原作者の立場で表に立つことも目的としていた。当初の企画として最初に形になったものはコアターゲットを狙った OVA で、主人公の名前はウテナ、敵の名前は世界の果てであった。この頃、イクハラは世界の果てという言葉を絶望という意味でよく口にしたという。 しかし、イ原が、斉藤千穂の作品と出会うことで、この企画はより一般向けのテレビシリーズを、試行するようになる。斉藤に、キャラクター原案を依頼した時点での作品名は、少女革命うてなキスで、主人公が誰かとキスすることで、男装の美少女へ変身するというもの。ガングメーカーをスポンサーに想定した子供向けアニメで、ある。イ原は、 ウテナとアンシーを親密な仲にする構想を持っていたが、斎藤は少女漫画家としての自負から視聴者である少女が望むものではないと、その構想を強く否定。このショックで、イ原ハラは急性胃腸炎を起こしたという。ただし、放送終了後の座談会で、斎藤は B パパスの影響で同性愛的なものを肯定するようになったと心境の変化を語っている。 また、えのきどようは、主人公の天井宇てのモデルは、斉藤千穂であり、宇てに目指して欲しかったものは、斉藤千穂が目指すような、安っぽい道徳とは逆の人間性の高さ、セクシュアリティの高さであると述べている。その後、キングレコードの大月春林プロデューサーの目に留まる、ことで企画はより本格的な制作体制に移り、また大幅な変更が行われて、 最終的な形になっていった。作品には監督である育元の作家性が色濃く出ているが、他のスタッフもまた自発的に様々なアイディアを投入している。例えば、影少女は育元ではなくシリーズ構成の絵の木ド幼児の発案である。生徒会室内で様々な演出が行われるようになったのは第5話で。 錦織り広がリンゴをウサギに変えたことが木であるという。橋本勝代はこれを、たった2枚の絵で、世界を革命するという行為の本質を暗示してみせる、演出だと高く評価している。同じく第5話で、気流動画の胸を裸けさせたのも、錦織である。この後、スタッフ個々によるキャラクターの露出合戦がエスカレート、していった。美術監督を務めた。 小林七郎は、当時64歳の大ベテランである。生原監督はリズムでなくイメージを重視した指示を出し、例えばアーチを描くにしてもその先にあるはずの建物、などを描かせず、向こう側に、真っ白な空を描かせたという。その衝撃はかつて小林が共に仕事をした、出崎光と似た感覚で、そのような発想の飛躍は自分にはないものであり、 いい刺激になったと語っている。また建物の大半をデザインした長浜博士についても、その重力や力学を無視した自由な発想に小林はショックを受け、その良い部分を生かすようにしたとのことである。テレビアニメ放送時に様々なメディアミックス展開が行われ、漫画、ゲームのほかミュージカルや小説版なども発表された。劇場版公開時には、 月食歌劇団による舞台が公開された。また、劇場版公開に合わせて、テレビアニメ版12話までが1999年8月9日16日に、テレビ東京の深夜帯で再放送された。また、斉藤千穂による同名の漫画作品が、テレビ放送に先んじて世に出ているが、 テレビシリーズの制作が決定したことを受けての連載のため原作ではなくコミカライズの一種と位置づけられており原作ビーパパスと明記されているテレビアニメ版漫画版小説版劇場版ではそれぞれ話の展開や設定が異なっている2017年には月刊フラワーズ9月号に 斉藤地方画業35周年企画として20年ぶりとなる新作読み切り漫画が掲載された。幼い頃に自分を助けてくれた王子様に憧れ、自分も王子様になりたいと願うようになった少女、天井宇ては入学した大鳥学園でバラの花嫁と呼ばれる少女、姫宮安やアンシーと出会う。エンゲージしたものに永遠に至る。 世界を革命する力を与えるという、バラの花嫁をかけて、戦い続ける、生徒会役員たちは、ウテナがかつて王子様からもらった指輪と同じ、バラの刻印と呼ばれる指輪を持っていた。ウテナもまたこの決闘ゲームに巻き込まれ、その背後にある、世界の果てへと迫っていく。1から13話が、生徒会編。14から24話が、黒バラ編。 25から33話が大鳥キ夫編、34から39話が目白く編。少女革命うってなアドゥレセンス目白くのタイトルで完全新作の長編アニメーション映画として1999年8月14日から東映系で公開された。劇場版のオリジナル 35mm フィルムを 使用して、原作のテレビアニメ版より過激、華麗にリニューアルした完全、オリジナル劇場アニメ作品。斉藤千穂が漫画化したものでもある。2000年3月3日にキングレコードより、DVD が発売されている。2000年アヌシー国際アニメーション映画祭、長編コンペティション部門ノミネート作品。全寮制の名門学校、大鳥学園に転校してきた、天井宇てなは、 バラの花嫁と呼ばれる謎の美少女、姫宮アンシーに出会い、生徒たちとの決闘ゲームに巻き込まれる。ウテナは徐々にアンシーと親しくなるが、その中で、アンシーに隠された秘密を知り、彼女を連れて、外の世界への脱出を試みようとする。チャオにおいて連載された。作者は、斉藤千穂。単行本は、小学館より、前後館、後に、小学館文庫より、 文庫版が全3巻出版された。別冊少女コミックスペシャルより劇場版のコミックも1巻出版されている。番外編期間一覧パレット文庫より出版。作者は大河内一郎。全2巻。1998年5月28日に少女革命うてないつか革命される物語のタイトルでセガエンタープライゼスより発売された。 CD ロム2枚組のセガサターン用ゲームソフト。ゲームオリジナルキャラクターである転校生の少女を主人公とした物語。時系列では原作の8話と9話の間に位置する。主要キャラクターには心の気高さというパラメーターが設定されていて、時折出現する。選択肢で何を選んだかにより変動していく。各キャラクターの心の気高さ、また、 誰が最も高いかによりエンディングが変化する。恋愛ゲーム的な要素もあるが、ほとんどのキャラクターには別に思い人がいる。原作の途中が舞台となっている。などの理由から、大抵は主人公の片思いという形で終わる。ただ、生徒会メンバー同士が決闘するアニメーション、主人公自身がデュエリストになるルートなど、別の要素も多い。主人公の父親が、 シルエットで登場するが、その髪型は、とあるメインキャラクターに告示している。また、本作には、大鳥学園周辺の街が出てくる、東館は、エンゲージしたものしか入居できないと発言されているが、これはアニメで使われなかった設定が流用されたもので、ある。エンディングは、パーフェクト編、ウテナ編、動画編、サイオンジ編、ジュリ編、ミキ編、アンシー編、アキオ編、 黒バラ編、ノーマル編、バッドエンドの11種類。スタッフアニメパートスタッフ、ゲームパートシングルサウンドアルバム少女革命ウテナ、いつか革命される物語に関するカテゴリー、少女革命ウテナアドレセンス目視録に関するカテゴリー。ありがとうございます。